アスリート連射、世界最速カメラ、ソニー α9-3、 2023年10月時点での噂のまとめです。こんにちは、天野由紀です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。2024年世界的なスポーツがいろいろと花盛りになります。4月にはマスターズゴルフがありますし、して何よりも7月パリオリンピックが開催される年になりますね。カメラ業界にとって重要な問題があります。報道カメラマン、そしてスポーツカメラマンと言われる方たち、アスリートと被写体を瞬間に捉えるカメラっていうのが絶対的に必要なんですね。これが7月のパリオリンピックにおいて大活躍するわけで、そのためにですね、各メーカー最新のカメラを登場させてくるわけです。それではね、アスリート被写体の瞬間を捉えるカメラってどういう基準が要求されるかっていうことなんですけれども、1番目、最高水準のオートフォーカスである。それから2番目、被写体追尾の高速連射動力が高いってことですね。30連射とか40連射とか、そういう連射機能ができる。そして3番目、高感度の画質ですね。もう高画素化はどんどん促進されているので、これから出るカメラはみんな高画素化のカメラになっていくわけです。4番目、ボディ内手ブレ補正機能ですね。これはもう当たり前のようについてくる。5番目、電子シャッターでサイレント撮影ですね。音が鳴らないように撮影するっていうのは、実はこのアスリート撮影にはとても重要な問題で、例えばゴルフなんかもね、ショットの瞬間の時にカメラの音がガチャッとなった瞬間にゴルファーってすごくがっかりするんですよね。そういう面ではもうサイレントシャッターは必須の条件になるわけです。それからブラックアウトフリー、これはですね、EVF ですね、電子ビューファインダーを除いてシャッターを切るたんびにですね、一旦そのシャッターを切ると暗くなるっていう現象を抑えて映像が映り続けている。それから最後ですね、ローリングシャッター歪みの抑制、これもとっても重要です。モータースポーツなんかを撮る場合、レーシングカーね、こういうものを撮るときに、車がバーンと走ってきたときに撮った歪んでましたでは話にならないんですね。だ、そういう面でローリングシャッター歪みを確実に抑えられるカメラでないとならないということなんですね。それでは2023年、今現在のですね、最高水準のカメラって何があるか、大きく3つ挙げました。1つ目はキヤノンの R3 ですね。これは裏面照射積層型のセンサーで2410万画素です。電子シャッターは30コマまで撮れます。動画は 6K60p ですね。それからニコンですね。ニコンは Z9 と Z8 ですね。これも積層型のセンサーで4571万画素と非常に高画素になっております。そして電子シャッターは20コマが標準なんですけども、実はそれ以上のスピードを上げることができるんですね。動画は 8.3K の 60p 撮影が可能になります。ソニーはというと α1 ですね、フラッグシップモデルと言われるもの、これも積層型のセンサーで5010万画素とかなり高画素です。電子シャッターは30コマまでできます。動画は 8K30p が撮れます。この3つのカメラは来年マーク2として登場するかっていうと、どうもそうではないみたいですね。来年2024年まではですね、ファームウェアのアップデートで一つ一つのカメラがね、さらにバージョンアップしていくっていう形です。特にソニー α1 に関しては、今年の11月頃にですね、大型アップデートがあると言われているので、皆さん注目されている内容です。それでは2024年に向けて新型カメラっていつ出るのかっていうことをお話ししていきたいと思います。2024年に向けての噂のカメラなんですけど、まず第1番目はキヤノン EOS R1 ですね。これはフラグシップモデル、積層型のセンサーを搭載して4500万画素と言われていて、電子シャッターも30コマ撮れます。それからもう一つ、同じくキヤノンですね、 EOS R5 Mark II ですね。キヤノン史上最高画質の高画素のカメラです。
積層型のセンサーで6200万画素を積むだろうと言われています。そして次にソニーの α9-3 ですね、今回の話題のですね、これも高速連写カメラとして α9-2 までが今出ておりますね。で、積層型のセンサーです。 α9-3 は2800から4400万画素だろうと言われていて、電子シャッターも20コマ以上になるんではないかと言われています。新しいカメラが出るっていうことに関して一つね、ヒントになるものがあるんです。それは来年カメラと写真映像のワールドプレミアショー CP プラス2024がですね、2024年の2月22日から25日にかけて開催されるのが決まりました。この CP プラスの中で何らかの発表をしなきゃいけないので、もしかしたらその場でですね、実機が触れるような状態になっているかもしれないし、あるいはその直前に製品発表になるのかもしれません。今年2023年の CP プラスではキヤノンがですね、新型のカメラの EOS R8 と R50 をレビューしたんですね。私その場に行きまして、実際に実写レビューをすることができまして、こういう形でキヤノンの場合は新しいカメラを展示して具体的に触ることもできたんですね。ですから来年の2024年においてはですね、キヤノンの場合は R5 Mark II がもしかしたら触れるかもしれない、そして R1 は展示されるか、あるいは映像で何か紹介されるかするんではないかなと思っております。 α9-3 のことに関してもう少し深掘り解説していきたいと思うんですが、その前に α9-2 どんなカメラなのかってことを説明したいと思います。 α9-2 ですが、まずフルサイズのミラーレス一眼です。積層型の CMOS センサーを搭載して2420万画素あります。リアルタイムの瞳 AF、 リアルタイムのトラッキングが可能で、メカシャッターは10コマ、電子シャッターは20コマ、そして動画は 4K30p が撮れるという状態が今の9-2ですね。このソニーの α9-2 のですね、最大のメリット、特徴っていうのはですね、一つ目はブラックアウトフリー撮影が可能だということです。撮影中にですね、 EVF で覗いているその画面が途切れない、シャッターを押してもですね、一旦こう暗くならない、これが一つのメリット。2番目は高速の連写が可能だということですね。で、3番目はですね、アンチディストーションシャッターといって、いわゆるローリングシャッターの歪みが非常に少ない、そういう映像が撮れますというのが売りなんですね。積層型の CMOS センサー EXMOA RS というんですけれども、このセンサーの中にですね、内蔵メモリーっていうのが搭載されていて、有効画素数が2420万画素なんですけれども、このセンサーがですね、9-3になると新開発の積層型センサーになって、有効画素数がですね、2420万画素以上になると、まあいろんな噂があるので何とも言えないんですが、2800万画素から4400万画素の間になるらしいですね。そして映像エンジンはというと、今は BionzX という形なんですけれども、これが8倍の高速処理を持つ BionzXR になります。α7R5 の動画なんですけど、 α7R5 の一番の売りっていうのは何かというと AIAF なんですね。 AI プロセッシングユニットが搭載されて、次世代の AF システムになっている、リアルタイムの認識の AF ができてですね、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機を追いかけていくことができるっていうのが最大の売りなんですけれども、今回の α9-3 も当然このユニットが搭載されてくると思います。4軸マルチアングル液晶モニターなんですね、今こうご覧いただいている内容、まあ、可能性はあるということでお伝えしていきたいと思います。来年7月のオリンピックに向けてですね、ソニーとしては大活躍するカメラにしたいというのが大きな思惑があると思いますので、この2024年の2月のですね、 CP プラスの頃にですね、発表ないしは発売がされる可能性はあると思っていただければと思います。以上、今回の動画はここまでといたします。
ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ハッピー。